井上んたの「ミッドナイトラジオ」この番組はポッカコーポレーション大道ドリンクの提供でお送りいたしませんはいえ時代のクリーピーナッツの皆さんお疲れ様でしたここから三時代はですね漫画家の私井上さんたがお送りしていきたいと思いますはい というわけで、ね、早速リスナーの皆様からですねたくさんお便りをいただいているんですけど一通読み上げてみたいと思います。 えー、埼玉県ラジオネームホッテントットさん、えー、サンチャマさん、毎週楽しく聞かせていただいております。えー、スチャダラパーとサンチャマの YouTube チャンネル、楽しく楽しく聞きました。ということで、スチャとサンチャマの出会いについて語っていただければ胸熱です。ということで、ああ、嬉しいですね。埼玉県ラジオネームホッテントットさん、ありがとうございます。そうなんですよね。先週かな、えー、ラップグループのスチャダラパー。私ね、昔から仲良くさせていただいてるんですけども、そのスチャの、えー、YouTube の チャンネルにゲストとして2回にわたってね、お邪魔してきたんですけどもね、そのおかげでね、私のこのサンタスティック TV にですね、たくさんの方がね、えー、新たに登録していただいて、嬉しいよなんて思ってる次第なんですけどもね。ということでね、今夜はですね、この埼玉県ラジオネームホッテントッドさんのリクエストにお応えして、シャダラパーとの出会いについて語っていきたいと思います。 そうですねもうスチャダラパーとは、えー、兄、シンコ、ボーズ君と、まあ、ほぼほぼ、まあ、3人とも、ね、もちろん年が違うんですけど誰と僕は同じ年なんだろう、ボーズ君かな。 まずそこら辺の年、ね、を取ってくると、えー、12歳の差が定かじゃなくなってくるんですけどもシチャとは、えー、デビューの時期もほとんど一緒だし、えー、同年配っていうか同じ時代っていうかねご同杯って感じがするんですけどもね、えー、私がデビューしたのが漫画家としてデビューしたのが1989年でシチャダラパーもねそこら辺まく同じ年かな、えー、インディーズのねシチャダラ大作戦っていう CD を出したんですよねでその CD の裏にですね 彼らが当時ハマっていたものまあその任天堂のあれは何だろうだからファミコンかなあのスーパー,スーファミまだ出てないのかなあとえー、セガ・サタンだったっけななんかそういうのから始まってコロコロコミックからいろんなものが並んでいてね私あこんな楽しいラップグループが出てきたんだなっていうことでねすごく共感したんですよね。でその後メジャーデビューしていったんですけどもスチャとの出会いっていうことにおいて言うとですね 私個人的に一、まあ、リスナーとして出会ったのはですねそのデビューアルバムが出るさらになな1年ぐらい前に遡るんですかね代々木にですね「チョコレートシティ」っていうです、ね、ライブハウスがあったんですよね。で高校生の時に同級生だった鈴木秀志くんっていう友達がいてでお互い別の大学行ったんですけども、まあ、秀志くんってねあの趣味のいい、まあ、クラスにいるセンスのいい友達だったんですよね。 で彼から久々に連絡があってまあラップのイベント行ってみないってことで当時ねそこら辺あたりから「宝島」っていう雑誌、まあ、カルチャー誌なんですけどそこでそのどうやらアメリカのニューヨークの方でヒップホップっていうのが流行りだしてるって話があったんですよね。で「ランディ MC」っていうのが出てきたりだとかデフジャムの「LL クール J」っていうのがホットだとかっていうことで、えー「タイニーパンクス」って言われている高木寛さんと藤原宏さんがですねその雑誌の中でね えー、アディダスの「スーパースター」っていう靴をですねひもなしで履くのがかっこいいとかですねそういったことをですね、えー、記事にしてたんですよね。で新しいトレンドに、えー、目ざといっていうかこう飢えていた私もですねああこのヒップホップっていう新しい音楽、えー、なかなかねすぐにはね良さがわからないんだけど、えー、カセットにですね U&I っていうねレンタルレコード屋からですね LP を、えー、借りてきてでカセットに 焼いてそれをダビングって言ってたんですけど、えー、トンネルズのねデビュー、えー、アルバムっていうのかな「なります」っていう中でいきなりね針を落とすとですねタカさんとノリさんがねダビングしてんじゃねえよって叫ぶんですけどもねそれを、えー、その後にユーザーロックがね、えー、T シャツなんかにしたりとかしていったんですけどそういった時代なんですよだから、えー、レンタルレコード屋の U&I で、えー、アルバムを借りてきて、えー、自分のカセットに落とし込んで カーステレオでとか部屋の中で聞くっていう時代だったんですけどもえその代々木のチョコレートシティでどんなイベントやってたかっていうとですねえ今は亡くなってしまったラッパーの ECD という方がいるんですけど ECD が主催していたねチェックウェアマイクっていうイベントがあってね何組ぐらいかな20組以上のねいろんなラッパーとかラップグループとか DJ が出てきてね結構ね僕退屈だなと思っていて 1>, えー、1時間ぐらい退屈だなと思っていた時に目に飛び込んできたグループがですねマッチャダラパーなんですけどもなんとですねあのテレビドラマの、ね、刑事ドラマの「太陽にほえる」の主題歌に乗ってラップするっていうね本当にあに人生で何度かある目がパチクリと開いてですねこれ面白いっていうねあのあこんなことをラップでやる人いるんだって。で 太陽に吠えろっていうのはちょっと僕ちゃんと調べてないけど、調べればよかったな。えー、ルパン三世のね、あの音楽とかもやってる大野勝夫さんだったっけな、えー。ちょっと違うかな。あそのいう人が作った、要すにもう今となってはクラシックソングなんですよね。で、あの、ギターの,あのカッティングね、っていうんですかね、テリン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 テン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 テリン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  ペー,ネペーっていうあのトランペットっていうのはあのあそこからえー、思いっきり坊主くんがですね、えー、本当にキレのいいラップを始めてですねで当時は兄くんいなかったのかなしシンさんが DJ で、えー、後に兄くんが加わったりとかして、えー、なんていうのビースティー坊主みたいな、えー、変遷になっていくんですけどもねそういった感じでねまず飛ばされちゃったんですよねでその付近でね電気グルーブなんかも出てきていて 電気グループも最初あの医、ー、師の卓球さんと滝さんが「えー、人生」っていうグループあれなんだろうパンクグループなのかな僕はあんまり明るくないんですけどそっから、まあ、そのテクノグループになっていったんでしょうけど、まあ、出だしはねなんかこうスチャなんかと一括りにされていてですねいろんなイベントに出てたんですよね。でいろんな人たち出てきたな面白いな同年代なんだなっていう中で僕もね えー、自分語りをちょっと混ぜてしまいますけど小学館の「ヤングサンデー」っていう雑誌でですねデビューしてですねでスチャの後ろにねあの CD の後ろに「ファイトザ・ピーウィ」って書いてあったのかななんか「ピーウィー・ハーマン」っていうねあのテレビコメディがあのアメリカでやってたんですけどもそれのピーウィー・ハーマンのロゴなんかをねあの彼ら作って入れ込んでたんですよね CD の裏に。でそれをね拝借してね僕の「文ャガマのね第一話にもね あ最終話だったっけなファイト・ザ・ピーウィーなんかも真似したんですよね。ということでね、木にね、スチャダラ・パーとの出会いについてね、えー、語っていったんですけどね、このスチャダラ・パーとの出会いをね、えー、振り返ってね、語っていくとですね、この東京の昭和のサブカルシーになっていくんじゃないかっていうのが今夜のテーマだったりするんですけどもね。というのは、えー、スチャダラ・パーは、それからいろんなアルバムを出していくんですけど、なんかね、えー、ビーティ・ボーイズみたいなね、存在にね、あの東京でなっていくんですよね。 っていうのはビースティ・ボーイズって一つのラップグループなんだけどもそこから発生してその映像作家の、ね、スパイク・ジョーンズなんかも面白いビデオを撮ったりだとかでそのビースティ・ボーイズがニューヨークのグループなんですけど一時期はね彼らのスタジオを自分たちで作ってそのスタジオの敷地内にバスケコートがあったりプールがあったりとかして。 それでシチャーナの、えー、仲間である、ね、タケイ・グッドマンという映像作家が、ねえー、カメラ1台担いで、ねえー、LA まで行って、ね、その B.C. ボーイズの,、ね、その夢のスタジオを、ね、撮影してきた番組とかが、ね、スペースシャワーで流れていたんですよね。でそういったシ、ね、チャーナパーを中心にしながらです、ねえー、映像で言えばそのタケイ・グッドマン君れで洋服で言えばそのベーシングエープの2号君とか、えー、スケシンとか、ね、そういう人たち。 でもまあその周りには例えばネイバフットの滝新なんかもねもともとはファイルレコードっていうシチャダラパーがいたレコード会社の部長だったりとかね高井君もしたわけであってそういう裏原塾ポッセっていうのかなそれとその何て言うかな坊ちゃんたちがいたその桑沢の仲間たちっていうのかなその、えー、イラストを描く人だとかシャシャミンがいたりだとか。 えー、そして大人のねその一つちょっと上の世代の川勝さんだとかねもうお亡くなりになられちゃったんですけど編集者の川勝さんだとか、まあ、もちろんプロデューサーの高木かんちゃんとか、えー、藤原博さんがねスチャの曲をリミックスしたりだとかでその周りにそうなると、えー、小泉京子さんとか、えー、なんだろうヨッピーとか、えー、藤井フミヤさんとかそのなんていうかな宝島で新しく起きていたそのムーブメントみたいな人たちがいっぱいいて。 でシチャのライブなんか行くとですねそういう人たちがいっぱいゲストとかそういうので遊びに来てるんですよね。で、えー、近年になってもですねシチャダラパーは、えー、日比谷の野外音楽堂で1年に1回かなフェスみたいなのやってるんですけどそこがねもう10年以上やってると思うんですけども、えー、生前の川勝さんが集まってきたりとかですね えー、僕の本のデザインとかもしてくれているマイク・スミスさんとかもですねその会場にいたりだとかテリー・ジョンスンさんはそういうところには来なかったかなでソラミミストの安西はじめさんだとかねっていうのはマイク・スミスさんとかはテリー・ジョンスンさんっていうねあの伝説のイラストレーターのフラミングスタジオに在籍してたんですけどその後とに西区にあるドゥ・ザ・モンキーっていうねヘンプロに マイクさん入ったんですよね。で『Do the Monkey』は誰がやってたかっていうと宝島で「バウっていうねすごいコメディの面白い、えー、読者投稿型のコーナーがあったんですけどそれを主催していた渡辺佑さんの辺プロだったんですね『Do the Monkey』っていうのは。でそこにね、えー、川勝正行さんもいたしマイク・スミスさんもいたし、えー、一時期はスカパラの朝ちゃんもいたし、えー、後に松尾清さんマイメン KC とかも在籍してたことがある。 えー、宿のヘンプロだったんですねで私は21歳ぐらいの時に漫画家としてそこの「ドゥ・ザ・モンキー」によくね、えー、仕事をしに行ってたんですけどね「ミシュク」でいろんなね先輩たちにご飯んおごってもらったりとかねいろんなことをしてましたね。ということでね、えー、いろんなね話がねスチャダラパーの歴史をしていくとですね、えー、おじさんの昔話が出てくるんですけど、えー、今回ねあのスチャダラパーの YouTube からね たくさんの人がね、僕のサンタスティック TV にね、えー、流れ込んできてくれたんでね、もしかしたらね、スチャの話を一番聞きたいんじゃないかと思って、ラジオ形式で語ってみました。ということでね、スチャとの出会いパート2にね、えー、続いていきたいと思うんですけども、よかったら、えー、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。そして、いいねボタンなんかね、いただけると、嬉しいよーなんて思ったりなんかしちゃったりするんですけども。<laughs> じゃあ、そういった感じで、また次回です。バイビー。<laughs>